こんにちは動画ファンの成田です。今回は windows 10のスタートメニューにあるタイルメニューをカスタマイズする方法についてご案内いたします。えー、windows 10のスタートボタンを押して開くこのスタートメニューですねこの右側のこちらタイルメニューと呼ばれているんですけれどもこのタイルメニュー ウィンドウズ7までを愛用していた方は、えー、ちょっとこれいらないなということもあるのではないでしょうか。 またこのタイルメニュー自分でカスタマイズすることもできるんですけれども最初から自分では使わないアプリなんかが表示されていたりすることもありますので削除したりまたこのタイルメニューを表示させないようにすることができますのでご案内をしてままいりますではこのタイルメニューですね Windows のスタートボタンを開いたときに右側に表示されるこのタイルメニュー。 えー、不要なアプリなどありましたらその不要なアプリを右クリックしてくださいそうすると「スタートからピン止めを外す」という項目がありますのでこちらをクリックしますそうするとこのようにアプリ削除することができましたで、えー、もしもこのタイルメニュー全て必要ないという場合はちょっとお手数ですけれども一つ一つ スタートからピン止めを外していってください右クリックしてスタートからピン止めスタートからピン止めを外すを繰り返していきますはいすべてのタイルメニュー削除いたしましたそうしましたらこのスタート画面の右端に カーソルを合わせると矢印、左右の矢印になります。ここでマウスクリックしてドラッグをしてサイズ、幅を狭くすることができます。で、この一番左側の一覧メニューの表示だけにすることができました。タイルメニューに馴染みのない方はこのメニューだけの方が見やすいかもしれませんね。えー、それでは今、 タイルメニュー全て削除してしまったんですけれども、えー、タイルメニューにアプリを表示させるにはどのようにやるかと言いますとではこの一覧のメニューの中から、えー、対象のアプリ右クリックしますそしてスタートにピン止めをするという項目がありますのでこちらをクリックしますそうするとこのようにアプリが表示されてタイルメニューが表示されるようになります。 でこれあの自分でインストールをしたアナログ時計のアプリなんですけれども、えー、こちらはですね設定が必要なんです、えー、とこのように設定をしてこのタイルをスタートにピン止めしますかという表示が出てくるのではいとやってでもう1回開き直してみましょうはいそうするとこのように表示が出てまいりましたこっちは必要ないのでスタートからピン止めを外すこれで OK、です、えー、こんな風にして、えー、必要かなと思うアプリスタートにピン止めをしていってください。で今このようにこの一覧のメニューの中から、えー、と開いているんですけれども例えばこうフォルダの中にあるものはフォルダを開いて右クリックでスタートにピン止めという風にやっていきます。でこのの一覧の中からら見つけられないメニューがあって、えー例えば デスクトトトッップにショートカット作成したりしている場合はそのショートカットを右クリックすると「スタートにピン止めする」という項目がありますのでこちらをクリックしていただければこのようにタイルメニューに表示させることができるようになります。 はい、一通りまた元に戻してみたんですけれども同じくこのタイルメニューの右端左右の矢印になるところにカーソルを合わせてマウスでドラッグすると、えー、このように幅を変えてあげることができます細い方がいい方は細くして上下にこうスクロールして見ることができますし、えー、このように右へどんと広くすれば 広い面で確認ができるようになっております。でこちらの各アプリの順序なんですけれども、えー、マウスでこうクリックしてドラッグしてですね、このようにドラッグして位置を好きなように変えてあげることができるようになっております。で例えば、えー メールなんですけれども右クリックをしてサイズ変更というのがありますで「小中横長台」大とありますこれ横長にするとこのように横長表示にすることができるようになっておりますはいこのようにタイルメニュー 設置することができました、えー、Windows 10になりましてスタートメニューも、えー、使いやすくなっているかと思います、えー、自分の使いやすいようにカスタマイズしてぜひ活用なさってみてくださいそれでは以上となります最後までありがとうございました